うわー、練習行きたくないな。あ、せや、 iPad で水泳の動画見よう。第5位は好きな選手のレースを見るですね。はい、レースの見返し僕結構しますね。特に僕がよく見るのは萩野公介選手の、2振り、アジア大会2振りをめちゃくちゃ見ます。やっぱりね、好きな自分の選手の活躍っていうのは見ると、うわ僕もこんな風になりたいなという感じで結構モチベーションが上がります。こんな風になるにはいっぱい練習する必要があるなっていう感じで、まあ、練習に行くためのモチベーションも結構上がりますし、まあ今日の練習も頑張ろうっていう風な気持ちにもなりますので、結構ねこういった自分の好きな選手を作るっていうのは大事ですね。はい、まあ、逆にねこう水泳にあまり自分が泳ぐのはいいけど、その人のレースを見るのがあまり興味ないっていう人は向いてませんね。はい、結構その好きな水泳選手誰ですかって聞かれた時に、僕は結構明確に5人以上は答えれるんですが、まあ全然答えれませんと、もう全然わかんないみたいな人に関してはこの方法はあんまり合いませんね。はい、好きな水泳選手であったり好きなレースがあるんですよっていう人は、この好きなレースの映像を見るっていうのは非常に有効です。うわ練習行きたくないな。いやでも先週のあのレースで負けたのめっちゃ悔しいな。いや早くなりたいから練習行こう。第4位は悔しかったレースを思い出すですね。これも非常に大事ですね。やっぱりね、特に僕はよくあるんですけども、レースであまり結果が良くなかったとか負けちゃったっていう時、そういう時ね、レース終わった後にうわ悔しいみたいな、あの時あの練習の時にもうちょっと頑張ってればとか、この練習もうちょっと頑張っとけばここ勝ってたなみたいな場面って結構あるんですね、水泳選手って。なのでそうやった悔しかったレースのああいう時、あの時悔しかったなっていう思い出をもう一回思い返してあげると、いやいやあの時悔しかったしもうあの思いはしたくないから練習頑張らなあかんなってことで、モチベーション結構上がります。はい、まあこうやった悔しかった経験っていうのは水泳選手で一回も経験してませんっていう人は多分おらへんと思うから、はい、まあ、例えばジュニアオリンピック JO の制限タイムをあと 0.1 秒 0.2 秒で切れなかった、そういう場合はね、あと 0.1 秒 0.2 秒のために練習頑張らなあかんなというふうに思うはずです。あの選手に負けないために、勝つために練習頑張らなあかんな、あの選手は今日も練習頑張ってるはずやということで、まあ、悔しかったレースを思い返すっていうのは非常に大事ですね。わー誰練習行きたくないな。とりあえず行っとくか。第3位は何も考えずとりあえずプールに行くですね。これやっぱね結論大事らしいです。はい、なんかこれはもう科学的な根拠があるらしくて、やる気スイッチっていうね言葉よくありますけども、やる気スイッチっていう言葉が実はあんまないんだと。やる気スイッチっていうのはもうなんか今から行動する前にこうスイッチがオンになって動くってもんじゃなくて、とりあえずやってる中でやる気スイッチがどん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 押されていくっていうイメージらしいです。なので、うわ今日練習な行く気ないなみたいな、練習今日しんどいなっていう、なんか頑張りたくないなっていう日でも、とりあえず練習に行って泳いでる中で、おちょっとなんかやらなあかんな、頑張らなあかんなっていう風にどんどんな、やる気というかテンションが上がっていくみたいなイメージらしいんで、なんかね今日練習行く気しないなとか、今日なんかレースあんまりやりたくないなっていう日でも、とりあえず一旦プールに行ってみる、やってみるっていうのが非常に大事らしいです。はい、この考え方はね結構知らなかったって人多いと思うんですが、とりあえずやってみる、まあ、勉強も一緒ですね。勉強もやる気ないなじゃなくて、とりあえずやってみるとか、はい、とりあえずやる、やっていく中で徐々にテンションが上がっていく、モチベーションが上がっていくっていうイメージでやっていってください。キャッチの時になんか伸ばしすぎず、ちょっと手前でキャッチする感じやったらなんか早く進むらしい。試してみたいな。練習行こう。第2位は新しいテクニックを学ぶですね。これ結構僕おすすめで、例えばまあ僕の場合はバタフライとか背泳ぎとかがあんまり得意じゃなくて、まあ、クロールの選手なんですけども、まあ、クロールの中でも新しいテクニック、ターン後こういう風にしてみようとか、キャッチの時にこういう意識でやってみるみたいな、
でバタフライ、背泳ぎ苦手な種目、こういう風に泳げば実は楽に早く泳げるっていう知識が、新しい知識をこう身につけるとですね、あ、その新しい知識テクニックちょっと試してみたいなっていう気持ちがめちゃくちゃ芽生えるんですよ。なので僕よくやるのは、本当に全く知らなかった知識だったり、まあオリンピック選手であったりすごい選手たちがこういう風なテクニックを実は使ってますっていうのを自分で吸収します。でその吸収したテクニックを練習に行って試してみるためにとりあえず練習に行くっていう感じでやってあげると結構これね楽しいですね。はい、まあ練習自体今日泳ぐ気ないなと思ってても、まあ、その新しいテクニック試したら実はちょっとタイム上がるんじゃねみたいな、早くなれるんじゃねみたいな、考えがあるんで、はい、とりあえずその知識を吸収して練習でやってみると非常にいいと思います。新しくスイミングスクールに入ってきた佐藤さん、かわいいな。練習行こう。番外編は好きな人を作るですね。はい、まあ好きな人ね、まあ、別に学校とかに好きな人を作ってもしょうがないんですけども、まあこのプールにね、同じプールであったり、まあ、そういった関係者、プールの水泳の関係者の人に好きな人ができると、まあその人に会いに練習に行こうっていう気持ちが芽生えると思うんで、はい、まあ、学校とかも一緒っすよね。学校も行きたくないけど、学校に好きな人がいればとりあえず学校には行きたいな、あの人に会うの楽しいだなっていう風に、まあ一旦学校に行く、プールに行く理由はできると思うんで、それで好きな人を作って、一旦プールに行く理由を作って、とりあえずプールに行って練習やるっていう意識でやってみるといいかもしれませんが、まあ好きな人プールに僕はできたことないんで分かんないんですが、好きな人ができることによって練習に身が入らへんっていう可能性もある。いや、俺の夢はオリンピックに行くことやからな。うん、オリンピック行くためには練習に行くしかないか。第1位は目標を作るです。これやってへん人結構多いですね。はい、目標って言ってね、まあ具体的な目標ができてない人が多いです。例えば目標がありますというふうにあって、ジュニアオリンピックの制限タイムを切るのが目標ですみたいな人がいると思うんですけども、それはね、あくまでも年間の今自分の、例えば小学3年生の場合は小学3年生の段階の目標なんで、ではなくて細かくですね、小学生のうち今年の目標はこれで、で小学校卒業するまでに高校のまでの目標があって、で中学校卒業するまでにここまでの目標で、高校まではこれ、大学まではこれで、引退までに必ずここの目標を達成したいみたいな風に、まあ、全体的な大きな最終、自分の水泳人生の大きな最終目標、ここの最終目標があって、そこに対してちっちゃい目標がどんとこうあるイメージなんで、まあ、この目標設定っていうのを、まず水泳選手を本気でやるんだっていうのを決めた時に、この最終目標と細かい目標をどんどん作っていってあげないと、結構ね、途中で自分の目標とか、まあ、水泳やってるモチベーションというか、水泳やってる意味というのをちょっと見失いがちになっちゃうんで、まあ、この辺の自分の最終目標を決めてっていうのは非常に大事です。はい、僕もね、小学校ぐらいの時にこれはもうすでに決めてたんで、はい、まあ、こういったことは非常に大事ですね。今年のうちにこれやるんだっていう目標も大事なんですが、最終目標があってその目標があると思いますので、必ず自分の水泳人生の最終目標は決めてください。はい、では今回以上でございました。試合前ね、モチベーションをしっかりと上げて頑張っていきましょう。では今回以上。